本音でみんな戦いやってる。実家に会える。とことんって最終おなでる。そうそうそう。最終おなでる。対戦してみて強いと思ったじゃん。この間ボコボコにこの間負けしたよね。どうも、手越しよです。手越しゲームハウスへようこそ。というわけで今日もね、大好きなバロラントをやっていきたいと思います。ノブちゃん。どうも。そのスキンちょうだいって言われあたふたしてたら自分だけクラシックで始まりましたノブオです。よろしく。どうですか？この番組で。はい、前回買った大安ファントムは、はい、いや本当でも本当、あ、それ使ってみたかったんで貸してくださいみたいなのを言われたりとかで、あとやっぱりその気持ちが乗るんで、うん、単純にプレイ時間が増えました、ね、嫁に送られなかった？嫁にははい大丈夫でした。そうね、スキン買っていいって聞いてスキンって何って買って帰ってきて、そこから説明するとこから始まりましたけど、ね、え、浮所さん使ってます？僕も使ってますよ。1年半待ったスキンが出たじゃないですか。はい、ちゃんと使ってます？はい、あのスキンちゃんと使って、あのキャスターの大会に出て、ちゃんと死体打ったんで、僕もミリオンになりきれた。なるほどね。そこも真似してね。そこまで真似して。ミリオンはリスペクトしてる。なるほど、なるほど。そこまで真似するっていう。ということで、まあちょっと登場しちゃいましたけど、本日も浮所さんお願いします。お願いします。そしてなんと今日はですね、ブラッシュゲーミングから通称トンニーこと創設メンバーでもあるトンボさん、ゼタや D.F.M. という名だたるチームを経て最近加入した通称レイジーことレイタさんに来ていただいております。お願いします。お願いします。お願いします。ブラッシュゲーミング創設のトンボです。よろしくお願いします。お願いします。同じくブラッシュのレイタです。よろしくお願いします。お願いします。ということで今日は e スポーツチームブラッシュゲーミングとは一体何なのかというところを深掘りしていきたいと思ってますが、ブラッシュゲーミングご存知ですか？加藤純一さんのチームでしょ。純一さんだからすげえゲームチーム作ったんだと思って、オーナーが加藤純一さんってことですよね。元は加藤純一さんの配信でそのチャンネルポイントってあるじゃないですか。だから視聴時間に応じてどんどんそのポイントが溜まってくるんですけど、そのすげえ高額なポイントで交換できるそのチームを作るっていうのを交換した人がいて、それを機に発足されたのがこの今のチームなんですよね。そういうことで部門としては今はスマブラ部門とバロラント部門の2つ。ちなみにその浮所さんから見てブラッシュゲーミングのそのイメージというか、こんなチームだなっていうのはあります？現段まず面白いチームだなと思いますね。その熱量を持ってこうチーム運営というか注いでくれてる感じがとりあえず見て伝わるのと、あと結構運営の状況とかを加藤純一さんがガンガン生放送で見せてくれるんですよ。例えばメンバー間でモチベーションが合わないねとか、そういう会議とかを普通に配信してみんなに見せるんですよ。普通出さないじゃないですか。そういうのを見るんで、なんかブラッシュゲーミングをちょっと応援したくなるような作品ができてるなと。チームが作り上がっていく過程もじゃあもうさらけ出してるというか。例えばレイタさんなんてアジアでゴリゴリ D.F.M. で戦ってたわけじゃないですか。その中で話題性豊かだけど未知数なチームを選んだっていうのはなんで選んだんですか、村師匠？いやまあでも単純に、話題性はあったんですけど、なんか普通に中を見て、いいチームだなって普通に思いましたね。本当に。どういうところがいいチームなんですか？いろんなチームを多分渡り歩いてきて、もう本当にでも本音でみんな戦いやってるチーム内でも、それすごいです。人に対する意見とかもちゃんともう解決するまでずっと話し合ってるのが、そういうのはまあなんかその熱量でやってるチームっていうのはあんまり見たことないんで僕。そうなんだ。特に今年とかそうだったんですけども、チャレンジャーズジャパンっていうその国内大会あったじゃないですか。1回目はフェンネルが優勝してましたよね。でその時もそうなんですけど、その大会って結構今年の前半に終わってるんですよ。で終わっちゃったチームって基本的にもうないじゃないですか。そうですね、何もないですもんね、オフシーズン。だからその間にみんなこうLFT 出したり、結構チーム移籍したり解散したりってあったと思うんですけど、ブラッシュはむしろそのオフシーズン期間中ももう選手にちゃんとこう給料を渡しながらずっと活動させてるんですよ。熱量っていうと多分もう僕のイメージすごくあるチームなんだなと思いますね。そうなんですよ。浮所さんから見てブラッシュってどんなチームに今後なっていきそうなチームですか？一番難しいですね、そこは。なんか正直に言うと、今までのブラッシュっていうのは、メンバーでいうとやっぱそのトップティアで戦える選手はまだ揃ってなかったと思うんですよね。それこそ正直言うとまず競技シーンの経験者っていうところでいうと、ミリオントンボの2人だけだったと思うんですよ。それ以外はそもそもランクに関してもレディアントも踏んでいないみたいな、努力枠がすごくいっぱいいて、みんなで頑張って上達していくぞ、お前ら本気でやれって言ってこう頑張って伸びていくっていうところがなんかテーマになったような気がするんですけど、スプリット1では正直もうそれが顕著に出てたんですね。3人がもうひたすらフィジカルに集中して頑張る、ミリオントンボの経験者がひたすら背負うっていう立ち回りをずっとしたんですよ。だからトンボなんて1人でずっとサイト永遠となんか抱えて14配置を頑張って実現させたぐらいなんですよ。そうそうそう、それぐらい支えながら何とかやったっていうところで、ようやく今メンバーがね、また意見交換会もすごくやって、メンバーも新しくこう招き入れてどんどん活動を続けていく中だから、逆に言うとどうなるか予想がつかないんですよ。なるほどね。メンバーもね、だって海外も経験してるレイターが加わってより謎に包まれたチームになったなという印象です。見てる人は面白いでしょうね、バルランドファンは。そうどうなっていくのわかんないですよ。一番わかりやすいのはミリオンはどうせ死体打つってだけなんですよ。ここだけ。ここは絶対にブレないです。なるほどね。もしかしたらそこに美女が乗っかるかもくらい。上皇がリパーをしっかり抑えます。ああでかい。ミリオンとうまいですねこういうところ。ミリオン敵が倒れてます。落ち着いてください。いやこれがミリオンですよ。これがミリオンですか。言ったらミリオンに怒られるかな。怒られないや。大丈夫です。しかも笑うでもなく本当に真顔で。これカメラも映ってるっていうのが面白いですよね。ちなみになんですけど、チームの立ち上げ方が生放送中に候補者に伝達して面接していったっていうのが情報が入ってるんですけど、これはちょっとトンボさんにお聞きしていいですか。あ、そうですね。さっき岸田さんが言ってたチャンネルポイント引き換えで配信でちょうど設立配信があったんですよ。設立配信があって、そこでいろんなゲームの候補者電話で一人一人候補者に電話してみたいなだったんですけど、本当に僕気づいたのが、ただ通知で気づいて配信のでただ見てただけなんですよ。そしたらゲーミング作るみたいなの書いてて、ワンチャンバロラントあるんじゃないみたいな感じで見てたら本当にあって、もうその瞬間にメールで電話番号を添えて送ったみたいな。送って応募してでかかってきたんですか。そうそう。最初どんなやり取りなんですか。一番最初なんか熱量とか元 CR でなんで抜けたんだとかいう話とか。なるほど。ちゃんと面接だ。そうそう、そういう話で始まってみたいな。へえ、それがスタートっていうのがすごいですね。確かに経歴すごいですからね。クレイジーラクーンも入ってる。その後フェンネルもいたんですよ実は。もう本当にフェンネルがバロランドの立ち上げのところにいて、そこから活動をずっと続けてたっていうプレイヤーが。トンボさんはその自分から応募してっていう感じですけど、レイタさんはどのきっかけで。俺はまあそのもうチーム探してる時に連絡いただいて、友達と話させてもらって、じゃあ純一さんってことですか。そうですね。で一回トライアウトしてみようと思って、僕日本人5人のチームが好きなんで。さらっと大丈夫か。そういう意味じゃないです。D.F.M. 日本人5人じゃなかったぞ。そう違ったね。いろいろやってみて改めてそういうチームでやりたいなって思ったってことですよね。それコミュニケーション的にですか。考え方の違いもむっちゃありそうじゃないですか。多分あると思います。だから根本的に解決できない問題が出てきたりみたいな。国民性が違うからもうそこは仕方ないよねみたいなのもやっぱあるんで、そうですね。日本人5人ってだけででかいです。なるほどね。面白い。そう、レイタさんってやっぱそういろんなとこから来たんじゃないですか、誘いって。そうですね。まあいろいろあったんですけど、もうムラッシュ来て他のところはもう行ってないです。初期からトンボさんはいらっしゃるんですけど、そのチームメンバーの印象とかってどうですか、まあチーム全体。癖の強いメンバーを応援して。そうなんですね。そうですね。まあレイタさんが入ってまとまりができたって感じです。すごい。気になるんですよね。レイタが入って、レイタが今チームの中で何ポジションになっているのか。俺見張り役です。そんな悪いことしないから。見守ってくれてます本当に。そのレイタさんが入る前はそういうそのぶつかり合いとかって誰が収めてたというか、どういう感じで収まって。オーナー出てくる時もあったし、そこまで行く。直々に。今のフラッシュゲーミングの強みって何だと思う。強み？ぶつかり合える。本当に。なるほど、チームワークというか、まあぶつかっても、ぶつかってもみたいな、はい、乗り越えていく。確かに全部解決できるっていうのがいいかもしれない。はい、確かに先ほど言ったその決着がつくまで要は話し合うっていうこと。とことんまで。とことんです。とことんって最終女出てくる。そうそうそう。最終女出てくる。そこの安心感ありますね。そう、そこで女が出てきてくれるのはありがたいですね。ありがたいね。普通その何かあった時にオーナーが出てくるってあんまり聞かないですけど、逆に気になるのが。じゃあそのオーナーが逆にこう迷惑な振り回し方してきたなみたいなことエピソードってありますか？今のところないですね。結構もうやっぱりまとまらないって時に出てきてくるんですよ。ああ、めっちゃいいチームじゃん。はあ、ですね。本当だよね。聞いてるだけでいいチームですね。いいチーム。今 IGL 誰やってるんですか？あ、僕がやってます。そっかそっかそっか。いろんなチームで気になってるんですけど、誰が IGL やるっていうのはどうやって決めてるんですか？話し合い。話し合いですね。基本的になんか理論派だったりとか、リーダー的存在とかそういうのも加味してみたいな。チームによっては結構コロコロ変えるチームもあるじゃないですか。ありますね。この大会はこの人でいこう、この大会はこの人でいこうとか。あれってもうコーチ陣とかでみんなで話してお前やれみたいになるんですか？そういうチームもあるとは思います。なんか IGL ってやれば一応練習にはなるんですよね。個人の。でそういうのもあるし、なんか得意不得意とかもあって、それを見るみたいな感じですね。なるほどね。てっきりレイターさん入った時、まあレイター IGL なのかと思ってましたけどね。僕も持ってますね。なんでそれはじゃあトンボになったんですか？サブ IGL がとても上手くて、まあメイン IGL は僕でやるみたいな。トモさんでもやりたかったんだよね。あ、そうです。僕やりたかった。トモさんやりたかった。やりたかった。好きなんで IGL。それってもともとやってました？フェンネル時代も IGL やってました。ああ、そうなんだ。これちょっと聞いてみたいんですけど、今まで対戦してみて強いと思った選手、こいつやばみたいな思った選手ってそれぞれ選手、チーム、選手ですかね。CR のメイ君、メイ選手、フィジカル、フィジカル対戦したばっかりですからね。ボコボコにタコ負けしたよね。カサメ40キロ近くされてタコにされてる。タコにされてる。このチーム今後のね対戦相手でしたけど、メイ君って本当に調子いいと止まらない。レイタさん。日本人で言うならまあクルーズさんかな。クルーズさんなんかめちゃくちゃ強くなってない。なってる。昔の印象は別にそんななかったんですけど、最近マジでオペやばくない？オペやばい。オペめっちゃうまいです。この番組でもさ、リモートも含めてさ、いろんな選手来てくださったじゃん。クルーズくんもやばかったイメージあるわ。お超強いと思ったよ。いやみんな超強いよ、当たり前だけどプロだから。その中でもやっぱ対峙した時のさ、なんか感じがやっぱクルーズさんはおおと思ったよ。マジかおいっていう、プロだプロだ、みんな思うよ、プロだと思うけど、はるかにクルーズは集中力の化け物。やばかったね。オペやる時こう構えて一発ずつとこうなるんですよ。体でもう体全身でバロラントの画面に今入ってるんですよ。なるほどね。全身で集中してるっていう感じがある。オペレーターの精度もめちゃくちゃ高いです。なるほど、面白い。プロに聞くすごい人って面白いですね。面白いですね。海外選手逆にいる。海外選手。ゼタの時にベルリンの大会いたんですけど、その時のシーネット選手。スクリームやった時にシーネット選手の動きがやば。当時はアセンドの時か。そう、アセンドの時でオペやばかったですね。なんか本物を見た。だってあの時って確かまだレイタジェットでしたよね。あ、そうです。対峙すること多かったから、なんかこの角度で置いてて負けることあんのっていう負け方する。俺初めて負け、なんか平分のあの地下の覗く待ってる方が絶対強いじゃないですか。攻め側で待ってたんですよ。そしたら普通にちょっとバッて出てきてバーンってオペで抜かれるみたいな。もうレベルの速さ。あの人マジ強かったです。まあクロスヘアに名前がつくぐらいの選手だからね。シーンとクロスヘア。でもなんかその具体的な今シーズンっていうか新しいシーズンのなんか目標ってあるんですか、お二人はチームとしての。まあそうですね。まあプレーオフは絶対行こうかなっていう。正直今優勝目指してます。おお、かっけ。今年はね。練習期間いっぱいありましたからね。楽しみですね。楽しみ、めちゃくちゃ楽しみ。レイター選手はどうですか？まあ俺も目標は優勝ですね。だから最初はなんかそもそもオフラインに出るっていうのが目標だったっぽいんですけど、それはでも勝てると思ってるから。おお、いいね。優勝。これで僕レイターさんにちょっとガチなのかどうなのか確認したかったんですけど、巷っていう漢字が読めなかったのは、巷っていう漢字をコメントで言われて港って読んでましたね。確かにぽいもんね。ゲーマーに国語クイズはね結構聞きます。結構聞きます。あんま聞かないで。あんまり港で噂のレイターになっちゃった。あれはガチ。あれは全然ガチです。ガチだったんですね。ちょっと確認できていいのいいの。ゲーム強きゃいいの。そうですね。そこに特化してね、選手だからプロだから。はい。ということでたくさんお話聞けましたけども、いやめちゃくちゃ期待したいというか、なんか追いたくなるチームですね、ムラシゲーミングね。なんかこう今のバロラントシーンを荒らしてほしいよね。はいはいはい。ぐちゃぐちゃにしてほしくないなんか。結構みんな注目してると思います。ムラシがどこまでいけるのかっていう。ということで今回のゲストムラッシュゲーミングのお二人です。ありがとうございました。ありがとうございました。またねこの次回は一緒にプレイだったりとかゲームだったりとかバロラントできるということで、はい、ぜひ次回見てください。よろしくお願いします。というわけで今日は以上になります。ありがとうございました。バイバイ。